高万醤油醤油雑誌は、醤油などを入れる、または使用するための容器である。卓上用のものは醤油を少量ずつ、こまめに取り出せるよう、蓋に2箇所、片方は、継ぎ口として、もう片方は、空気穴として、穴が開けられている瓶や、柔らかい素材でできており、醤油を押し出せる瓶が、一般的である。材質は、ガラス、陶器、プラスチック樹脂など様々なものが使われる。 市販の弁当などに付属する小型の醤油雑誌については、タレビンを参照。卓上用の醤油雑誌は使用する際、特に傾けた後戻す際に醤油が醤油雑誌自体や、テーブルをけがす、液だれが起こりやすいため、かつては醤油雑誌には、受け皿が添えられていることが多かった。また材質もガラスではなく、陶器を用いたものが主流だった。 駅だれを解決した醤油雑誌として先駆的なものとしては1961年にキッコーマンが発売したキッコーマン醤油卓上瓶がある。同社は商用料容器での販売への要望のためそれ、以前から駅だれしにくい卓上瓶を開発し使用していたが、さらなる改良のため当自動車の企画宣伝家だった吉田節夫が GK インダストリアルデザイン研究所所長のエクアン。 検事にデザインを依頼した。次口の上側ではなく、下側を切ることにより液だれを解消したほか、透明なガラスで残量が分かりやすくなった。また注ぐ際に、空気穴を指で塞ぐことで一滴ずつ垂らすこともできる。それ以外にも、容量、形状、色彩などの点についても試行錯誤の結果作られた、同社の卓上瓶は、以降40年以上デザインを変更せず発売され、 1993年には、グッドデザインマーク商品に選定された。日本国外のレストランでは、ブランドのイメージや機能性から、最初だけ、同社の卓上瓶を購入し、以降は、中国産の醤油に詰め替えて使っている店もあるという。キッコーマン以外の醤油メーカーも、同様の気候を持つ醤油雑誌験用の容器に醤油を入れ販売している。それ以外にも21世紀初頭現在、 醤油雑誌は以下のような改良が加えられた様々なものが市販されている。醤油雑誌には食酢や魚醤など醤油以外でも液体の均質な調味料を入れて使うこともできる。特に日本では食卓上で醤油と同じような使い方をするウスターソースを入れた場合はソース雑誌となる。醤油とウスターソースの粘土や 使用量の差などといった特性を考慮して、次口の穴や容器自体がやや大きめに作られたソース刺し専用の容器も作られている。構造の類似性から醤油刺しとソース刺しを同じメーカーが作ることもあり、この二つをセットにしたものやさらに食塩入れ、胡椒入れなどとセットにしたものが調味料入れセットとしても販売されている。その結果として、家庭やレストラン、大衆食堂では、 味は大きく異なるにもかかわらず中身ともども外見が似ている醤油とソースが同じような容器に入って机の上に並ぶということがしばしばある。メーカー側や家庭側で区別がつきやすいよう容器に工夫を施している場合もあるがそうではない場合には区別がつきにくいこととなる。とりわけ食堂では初見で区別せねばならないが両者の香りはかなり異なるので かける前に花で確かめることで区別できる。日本展示図書館からは醤油とソースの識別ができるように上部に特典がついている醤油差しが販売されている。醤油もウスターソースも現代日本において広く普及した調味料だが醤油差しは使ってもソース差しは使わないという一般家庭もある。理由は様々あり、ウスターソースは醤油と比較して 塩分濃度が低いため醤油ほど微妙な量の調整が必要ではなく、また醤油より粘度が高く、ジャス規格で定められた、ウスターソースより粘度が高い濃厚ソースや中濃ソースは、量の調整がさらに容易であることから、購入した容器のまま使うケースが見られる。ありがとうございます。